オーストラリア史上最大の武器取引として注目を浴びていたオーストラリア海軍磁期潜水艦船艇作業の結論が出た。オーストラリア政府はフランスのショートフィン・バラクーダ製造は DCNS 造船駅務局の採用を決定し、日本のソウ三菱重工・川崎重工は落選した。防衛装備移転3原則を打ち出して、 武器輸出禁止方針から大きく舵を切った安倍政権にとっては、総流のオーストラリアへの輸出、厳密には総流をベースにした新型潜水艦の日号共同開発の目論みがついえた打撃は深刻なものと考えられる、採用されれば取引額は4兆円を上回るはずだった。しかしいくら安倍政権の都合、そしてアメリカの圧力で、 武器輸出を解禁したとはいえ、そして、いくら、総流が、技術的には、優れた性能を誇る潜水艦であることは、誰の目にも明らかであったとはいえ、これまで、武器を本格的に輸出したことのない日本が、国際武器移転市場に参加することは、至難の業である。そのことを明確に示したのが、今回のオーストラリアへの潜水艦売り込みであったと言えよう。 日本のメディアの多くはまたアメリカの一部メディアなどでもオーストラリア政府が日本の潜水艦を採用しなかった理由の一つとして中国政府の働きかけがあったと指摘している確かに中国との外交関係が悪化することによって 中国側の脅しに同調したオーストラリア国内勢力が存在したことは事実である。また、中国国営メディアなどは、日本からの潜水艦導入は、中国関係にとり、マイナスに働きかねないことを繰り返し警告していた。そして、次期、潜水艦決定直前に。 タンブル号首相一行が中国を訪問した際にも中国側は歴史認識問題などを引き合いに出して日本の潜水艦を採用して日本との軍事同盟関係強化を推し進めることはオーストラリアにとって極めて得策でない胸を相当強くねじ込んでいたことも事実であるそのような中国の政治的圧力が総縦落選の最大の要因であったといえるだろう oh ah, 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 ah.